よく思いついたね。昨日の夕刊にも載せてますよ、産業広告。お客様には高級茶葉で入れたお茶をお買い求めになっていただくだけです。70代以上の男性の約8割はまだ性欲があって、異性とのスキンシップを求めてるんです。うちらがこの町のセーフティーネットなんだから、みんなで新しい当たり前作ってこうね。承知です。お前なんか悪いことをしてるんじゃねえだろうな。お給料今日もらえないかな。まだすか。私はもう何の役にも立たない人間だから。マツコさん、マナとファミリーになってくれませんか。新聞の産業広告に茶飲み友達募集などと歌い、マナはみんなのお家作りたい。居場所がない人とか、うちらのファミリーがいつでも帰ってこられるお家。はい、いいか、はい、みんな寂しいんだよ、一人ぼっちなんだよ。正しいことだけが幸せじゃないでしょ。